強をしてなくて勉強方法を調べてるだけなのよ。奇跡みたいな解決策を求めてるケースっていうのがすごい多い。逆に結構止めるのが参考書増やすことですね。第1問だったら第1問だけをこう連続して解いて解決策とかで、ということで始まりました、マテチャンネルです。今回はですね、あ、中村先生においでいただきました。はい、ハローゼラ。はい、中村先生のハローゼラが来るのはこのチャンネルだけ。はい。ということで、今回はですね、まあだんだんですね、もう今10月なんですけども、はいはいはい、やはり追い込みの時期になってきて、結構言われるのが、いろいろとまあ勉強進んできたと、まあ、参考書だったり授業だったりいろいろやってきたけども、点数がなかなか伸びないとか、点数が取れないみたいな人が、はいはいね、はい、あると思うんですけど、そういう人たちに、どうアドバイスしてるのかっていうのをちょっと聞きたいんですよね。なるほど、まあ、これはでも本人の状況確認ですかね、まずはやっぱりやるのが。ああ、ちなみに今何の勉強してて、まあ、どういうふうにやってきたか見してみたいなことを見ると、うん、まあ、大体まあこれはもう2つのパターンに分かれるんですけど、ほうほうほう、そもそもその勉強の完成度が低いパターンと、はいはい、実践経験が少なすぎるパターンの2つですね。ああ、なるほど。まあ、前者の場合はもう一目瞭然なんですよ。参考書が見たらもうすぐ分かるんですけど、うん、まあ、例えば×のついてる数が明らか少ないみたいな、はい、単語帳一つ取っても、まあ、めちゃめちゃ間違えてる単語って、それは何十種もしてたら、うん、何十回もバツついてるはずなわけじゃないですか。綺麗、うんうん、なんですよね。あ、なるほど。綺麗な参考書や綺麗な単語帳とかですね。とか、まあ、ノートとか見せてって言ってもノートがないとか。あ、じゃあノート見せてっていうのに対してノーって答えるわけですね。そうですないし、あっても もう途中でもう終わってる、一冊すら終わってないみたいな状態になってたりとか、要するにもう純粋に勉強してないっていうケース、はい、だから結構なんか武田塾の言う通りにやったんですけどって見てみたら、それ武田塾の言う通りってお前ノート一冊も使わないでできるわけねえだろみたいなことが結構あったりとかっていう、ね、はいはい、いますよね。それでなんか参考書いっぱい買っちゃったりとかね、そうそうそう、はい、ちゃんとやり込まないのにどんどんやっちゃって、それは勉強をしてなくて勉強方法を調べてるだけなんですよね。なるほど。で、二つ目、後者のその実践経験が足りないっていうのは、やっぱり過去問を解いたとか、うん、過去問を解いた上で今までの参考書に戻ったかとか、そういう経験が少なすぎるっていうケース、ね、うん、おー、なるほど、なるほど、はい、でこういうふうにありがちなのが点数ばっか気にしてるですね、うんうんうん、これは森田先生も実際指導の現場でよくあることかなと。そうですね、ありますね。点数と偏差値ばっかり気にすること本当にいますよね、はい、はい。でも実際はその今の実力だとこれは解けないし、だけどこっちは解けるじゃん、だからこっちは解けるはずなら解けない方が問題だよねみたいな話やっぱなるじゃないですか。そういうでも分析しないで、点数が何点だった、この時は7割超えたんですけどこの時は4割でした、はい、っていう話しか出てこないみたいなケースが多い、うんうん、いやそもそも解けてないところと解けてるところは何が差があったのじゃあみたいな話を聞くみたいなところから始めていく感じですか。なるほど、そうですよね。確かにいますね、何パーセントとかだけ一生懸命ただ赤本書いて、それでこうだったんですけど、はい、え、こうだったんですけどじゃねえよみたいな。で大体そのこういう相談してくる子にありがちなのが、まあ、別に相談するのは全然いいんですけど、うん、なんていうかすごいなんか奇跡みたいな解決策を求めてるケースっていうのが多い、すごい多い。なんか僕の一言で、うん、劇的に成績がいきなり合格点まで達するぐらいのつもりで相談する人が結構多いんですけど、大体やっぱ基本的には実力が足りてないんですよね。うん、そうですね。そう。なので、それを上げる工夫をしていかないといけないから、結構やっぱり時間がかかることが多いんですよ。だって、そもそも原因が特定できてないってことなんで、大体この相談してくる時点で。そうですね。だからやっぱそこは一個一個、これまでの勉強をこう掘り下げていかないと、だし、大体やり直しになるわけですよ、なんだか。そうですね。はい。こういった形でまずは実践経験をちゃんと積んでってことですね、はい、やっぱ実践の模試と過去問って感じですかね、はい、ですね。あとはこれまでの参考書のやり方っていうところを振り返ってて、うん、で逆に結構止めるのが参考書増やすことですね。おうおう、要するに増やして点が上がるケースもあるんですけど、うん、大体この相談してくる子ってそもそも今までの参考書で取れる点も取れてないのが原因だったりするんですよ、うんうん、だから参考書増やせるような子ってもう参考書増やす以外やることなくなってるはずだから、そもそも参考書増やしていいですかっていう相談が来るんですよ、うんうん、自分は今この過去問解いてて今後ここまで取れるようになったんですけど、この問題特にはどうしても今までの参考書だけで足りないから、うん、参考書増やしたいんですけどいいですかって相談が来るんですよね、うんうん、参考書増やすケースの子って。なるほど、なるほど。そこまで分かってたら全然止めないんですけど、はい、大体そのいや自分今点が取れなくてなんかもっと難しい参考書やった方がいいですかねみたいな相談だと、あ、多いですね、そうじゃないんじゃないかなみたいなことが多いっていうことですね、うん、はい、なるほど、確かにそうですね、そういう人多いですね、はい、
それでそういう人たち実践問題とか今いろいろ過去もやってって、あとはやっぱそれをどう復習していいか分かんないっていうのいっぱいありますよね。ですね。やっぱり基本的には細分化することが大事かなと思います。なるほど。例えば共通テストの対策、点が取れないみたいなことでありがちなのが、全部第1問が第6問まで全部毎回解いてくるんですけど、うん、でも例えば大問1が取れるけど2が取れないとか、まあ、6が取れないとか結構人によって違うし、はい、そうですね、現状も変わってくるじゃないですか。なので、うん、例えば僕だったら第1問だったら第1問だけをこう連続して解いて対策するとか、ほうほうほう、で第1問は不安がないという状態は作れて、第2問も不安がないという状態は作れて、でも第3問以降は怪しいとかっていう状態っていう感じで、うん、だんだん何ていうか対策しなきゃいけないところをいかに減らしていくかっていう作業をこうやっていくっていう感じでアドバイスもしますし、それはどこまで現状分析できてるのっていうのを聞いてきますね、うん、だから英語が何割取りたい、じゃあその第何問までで例えば関東はどこでして、ワンミスまで許してるのはどこで、うん、この問題捨てるとかそういうのあんのみたいな話まで結構聞いてくるような感じですかね。おー、なるほど、それは確かにいろんな大学に当てはめられます ね、 それは、はい、結構やっぱり分析自体がすごいアバウトな子が多いとは思うんですよ、うんうん、こういう質問をしてるケースの場合だとですね。でも聞いていくと、え、でもそこが取れんでしょみたいな、でこっちが取れないでしょ、じゃあ結局やるのここだけじゃんみたいな感じで減っていくんですよ、やんなきゃいけないことが。その整理整頓の作業を結構その相談来た時はしてあげることが多いですかね。なるほど、はい、整理整頓して穴をこう減らしていくみたいなのね。で出てきた穴の中から優先順位を決めてって、うん、その穴を塞ぐためには何がやる必要があって、現実的にそれは入試までに間に合うのはどれかっていう話をこうしてってみたいな。おお、なるほど、はい、そうやってやっていく感じなんですね、はい、それは役立ちますね。そうですね、いろんなものに応用できますね。はい、やっぱこうなんかこうみんな書いてやるんですか、ここができないとかこうメモったりとかした方がいいんですかね、はい、そうですね。あとその時点だと本人の情報だけじゃわからないこともあるんで、これ解いてみてっていうケースももちろんありますけど、まあそもそもの実力がまだ分かってない状態だとこちらも指定しようがないんで、うん、そうですね、はい、確かにその通りですよね。まあなので基本はやっぱりとりあえず挑んでみようっていうのがやっぱり多いですかね。過去問とか一つ取ってもその情報収集を結構できてない方が多いんで、はいはいはい、そうですね、はい、あれはどう答えてますか、過去問はいつからやればいいですかみたいな。いやもう今すぐやれよって話ですね、うん、大体夏明けたぐらいからは1週間に1年分とか2週間に1年分ぐらいは毎週解いていいんじゃないと、うん、全く無便でもない限りはっていうふうに思ってますね。中森先生からのアドバイス、これはこのアドバイス1個で人生が変わった人が出るんじゃないですか。ですね、はい、ぜひ上げたって嬉しいですね、はい、そうですね、やっぱり自己分析が大事ってことですね、やっぱりね。そうですね、その自己分析も目的考えてやんなとダメだって話ですね。過去問の点数なんかまさにそれじゃないですか、うん、過去問の点数が何点取りようが本番で取れなきゃ意味ないんだから、本番の点を上げるために何すればいいかっていう視点じゃないとダメだよねって話ですね、はい、なるほどなるほど。まあ10月とかだと多くなってくる感じですか、そういう人が。そうですね、はい、じゃあこの動画を見て、はい、中森先生の負担が減れば一人一人が来ないでね、これ見てって言ってもそれ減らされればいいですけどね。負担は増えるのは全然いいんですけど、もうその状況で来られても、うんうん、その本人が分かってないからアドバイスのしようがないってなっちゃうっていうふうに。そうですね、そういうの多いですよね、はい、そこをじゃあ減らして、まあ、まずは自分で見てみてっていう感じですね、はい、いやこれは多分いろんな教科に応用できると思うんで、はい、この大問とかですね、どこの分野が抜けてるかとかっていうのは、はい、ぜひ整理してね、やってもらえればいいんじゃないかなと思ってますので、はいはい、実践してみてください。はい、今回は以上ですって言いたくなっちゃう。はい、今回は中村先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。